る鳥類の一種であるユーラシア大陸の北部から北極圏にかけての湿地帯や牧草地で繁殖するロシア中部で繁殖する個体もある冬季は地中海沿岸からアフリカインドオーストラリア南部などに渡りを行い越冬する日本は渡りの通過点にあたり旅鳥として春と秋に少数が観察される西日本では 時々越冬する個体もいる。日本で観察されるのはほとんどお冬和だが、春には襟巻きが生えかけたオスが見られることもある。体長は、オスが約29センチメートル、メスが約22センチメートル。他のシギ類と比べるとやや首が長めで、くちばしが短い。死有の冬和とメスの夏和は,は、全身が黒褐色に淡い褐色のまだら模様であまり、目立たないが、 オスは繁殖期になると名前の通り首に襟巻きのような長い羽毛が生え体色も褐色、黒、白などいろいろな模様に変わる。なお襟巻きがなくメスと見分けのつかないオスも1%程度いる。英名も左に由来する。繁殖期にはオスたちは繁殖地のそれぞれ決まった場所で互いに競い合うように襟巻きを広げて求愛行動を行う。 オスの求愛行動は情熱的だが子育てはメスだけが行う。日本にトライジは日形や休耕電に生息し、甲殻類や誤解、昆虫類等を捕食している。ありがとうございます。